さあいよいよ頂上が見えてきましたよ。はい、岩焼き、岩脇山、イエーイ。はい、もういつもねスパルタのアギちゃんはね、とにかくもうちょっともうちょっとって言ってね、このライブ配信とか動画撮る前にね、きっと喜ばしてくれるんやけどね、今日はね頂上見えてるんですよ。はい、ススキが見えた、このちょっとこの上の方、あ、見えてるって言いながら、まあわかりますかね、多分ね、そうススキがねいい感じなんで、だけどその後の頂上まで行くのに結構な階段があるんですこれ。はい、で毎回ですねこうやって頑張って撮ろうと思うけど息切れてね、これちょっともじましょうかなって言われるぐらいいつも息切れる。だけどいいですよこれ、ちょっとこれすごくほらかなり霧っぽいね、なんか今日は 900m 上がってた、 900m の山、960ぐらいでして、今日は10時半に下に、集合して今12時半ですね。まあぼちぼちで歩きながら2時間ぐらいかぼちぼちね休憩してきましたんで、今日は余裕のよっちゃんですわって言いながらですよ。まだか、あとちょっとあとちょっとと言いながら、まだまだあるぞこれは、この後ちょっとがすごい、もう顔見たら分かるよ。10月の22日祝日のですね、しかも、ライブ配信は第55回となります。なんという記念すべき日にこの岩脇山に登れたのだろうかということで、うわでもたくさんの方がね今登った覚えてきますよ、はい、すごい、こんにちは、こんにちは、もうあとちょっとですわ、はい、こんにちは、こんな感じ、結構な方がね食事中からね出てきました。はい、今年に入って今年の1月、2019年1月に初めて、まあ、ハイキングということで、こんにちは、今年何回かずっと山登りに来てますけど、ちょっとやっぱり1ヶ月ほど、夏登らんかっただけでやっぱ足腰きますね。やっぱり常に行ってる方がねいいと思うんですよ。はい、ということで、お、あとちょっとちゃうんかこれ、あと見てきた、だけど今日はちょっとこれ初めて来るんですけど、霧がなんかあるみたいな、昨日夜遅くまで大雨やったんでね、綺麗、今これこの間も美味しい山のちょうどススキのね時期、お石山登ったばっかりや綺麗やったけど、ここのススキもねコオロギが鳴いてたりね、コオロギのいいね、そう、あ、こんな感じでもう滝仲間たちは、あ、滝登ってるんかな頂上か、あ、こけそうになった、ちょっと今こけそうになった、はい、放送事故になるところでしたけど、あ、なんかあれですね、やっぱり頂上に来るとやっぱり達成感ありますね、もう本当に
本格的にやってる方からしたらピクニックみたいな山って思うか分かりませんけど、僕らにとってみたら900はなかなかいいっすよ。はい、着いた、着きました。897や890。おお、なんかもう360度ですねこれ。キレキレ。ちょっとまだでもね少し曇ってるんであれですけど、ちょっとこの後、昼ご飯を作るということで、うわ結構な人数皆さん来てるね。はい、さあ着きますよ。いよいよ頂上に参りました。はい、たくさんの方がもう昼食をとってますね。ということでございまして、無事に着きました。いいですね到着。あお疲れ様でした。到着。はい、今日も無事夫婦できましたよ。途中何度か休憩しながらね。はい、写真を撮ろう。はい、ピース。